なぜこんなことが必要かわかるか。鬼畜が子供なら洗脳しやすいってわけか。それも間違いではない。だがそもそもなぜサイボーグが必要となったのか。戦争の原動力は残虐行為だ。残虐行為が復讐を呼び、さらなる残虐行為を呼ぶ。教えてやる。真の答えは人間が無人機より残虐だからだ。我々は子供の持つ人間本来の残虐性を引き出しているに過ぎん。ご立派な企業理念だな。ふぅ、まだわからないようだな、ジャック。脳なんかいくらでも変える。この脳にボディを与えて解放すれば終わりか。無駄なことだ。需要がある限り何度でも同じことが繰り返される。戦争を欲する者がいる限り戦争屋は消えん。欲する者、愛国者たちは消えたぞ。奴らは需要と供給のバランスを調整しただけだ。なぜ太古から戦乱は絶えん。全て秘密結社の陰謀だとでも。いいな。戦乱は人間の本質だ。そしてまた3時間後に大きな需要が生じる。あの911が我々の黄金時代をもたらしたようにな。何をする気だ。ついてこい。どうだジャック、ここなら商品に気兼ねせず遊べるだろう。3時間後に何をする気だ。手遅れ。現行機の巡航速度はマッハ 2.0 も出ない。そもそもお前はここから生きて帰ることもない。よし、セミオートモードで離陸する。昔は宇宙飛行なんて準備に何日もかかったものだが。彼女の施設では軌道に乗らないなら準備はすぐにできるらしい。最近じゃ毎日のように大気圏内の試験飛行を行ってるって話だ。人類もそろそろユリカンを出る時が来たか。こいつはめでたいことだ。熱圏までは上がるがカーマンラインは越えない予定だ。次は月にでも行きたいところだ。土産はモノリスか5万年前の死体か。いかん、何か来るぞ。はい。やつらかだろうな。解析結果は無人機 MQ320 最新型だ。こっちはただの輸送ヘリだ。太刀打ちできんぞ。ミサイル。EMP か。ああ、だが本体には効かんだろうな。
俺が出る。ライデン、鳥になってこい。なれるといいんだがな。活躍は決して忘れん。追っ手を振り切ったようだな。なんとかな。その先にはバリケードもないはずだ。足を確保して一気に引き離せ。ああ、あいつを使わせてもらおう。状況は先ほどコロラドを抜けた。追ってもない。そうか、見えてきた。実は奇遇だな。ザレ言はよせ。だが行儀よく待てたようだな。そいつは褒めてやる。
無益な殺生はこのもん。そうだろうな。で、次の戦争でどれだけ殺す？そいつは無益じゃない。金が儲かれば確かに有益だろうな、お前たちには。金の話じゃないんだ、ジャック。理想の問題だ。理想だと？だが何が正しかったのか決めるのは俺たちじゃない、歴史だ。俺たちは剣士だ、戦うだけだ。そうだろう、ライデン。俺が決める。誰かの決めた正しさなどに興味はない。ほう、そいつは面白い。いいぞ、ライデン。やるのか、二人とも。手出しは無用だ。まあ見てな。決着だ。オーケー。いざ参る。細胞化してないとはな。サム、これで本当に良かったのか、俺には分からん。 AI にも分からないことが。正しさに唯一の答えはない。故に人は争う。争いを生むのは悪ではない。それぞれの規範や理想の対立だ。だが俺が従うべき規範はどこにある？自分の知性で考えるんだな。ID 付きか。使いたいか。高周波を流したところで切れ味は刀の出来次第だからな。だがそれはあいつが師範から受け継いだものだ。墓標にするか。いや、形見にさせてくれ。
ライデンス様でいらっしゃいますか？彼女、今お呼びします。こっちよ。久しぶりね、ライデン。ああ、元気だったか？ほら、その可愛い子は迷える子羊だ。お手それよりまた大変なことになったみたいね。すまないな、急に。気にしないで、こっち。どこにあるんだ？すぐよ。あれをお前が。時間がないんでしょ、乗って。わかった、ありがとう、サニー。目的地までの飛行はプログラム済みよ。サインが消えるまでシートベルトは外さないで。携帯は禁止。もちろん禁煙だからね。はあ。カウントダウンは？面倒なことは抜き。発射！何か異常は？いや、本当にこの基地か。ここの警備はワールドマーシャルが契約している。間違いない。そうか、行ってみよう。
遅かったじゃないか、ジャック。だが、悪くないタイミングだ。あんた、地球の裏までそんなものに乗りに来たのか。だが、これで終わりだ。何がだ。俺の計画はすでに成功を収めた。SNS を見ろ、情報弱者め。なんだと。ライデン、エアホースワンが引き返した。どういうことだ。基地の写真がネットに掲載されている。世界中が大騒ぎだ。バカな。これは。情報が漏れた。問題は解決したのか。バカを言え。コメントを見てみろ。世論は奴らの思惑通りに展開している。大統領は無事のはずだ。だが我が国の兵士は犠牲になった。自作自演だ。第一、それだけで大規模な派兵の理由になるというのか。必要なのは民意だけだ。アメリカは国際法を超えた存在だ。そして我が国民が戦争を望んでいる。愛国者たちの情報統制は終わったが、国民の規範は変わらん。規範？彼らが消えても規範は残った。背筋主義、全体主義、もちろん愛国心も。彼らが広めたミームは、自らの信念を持たぬ者には好都合だった。国家と自己を同一化すれば自己研鑽は無用となり、米国民というだけで自らを誇れる。金銭のみを価値判断の基準とすれば、思考を停止して経済活動に専念できる。どうだ、素晴らしい規範だろう。バカな。ひとたびそのミームに感染した市民は自らそれを拡散してくれた。情報統制のサーバーなど破壊しても無駄だ。今やアメリカの善良なる市民こそがまさにサンズ・オブ・ザ・パトリオットなのだ。だがあのサーバーの破壊以来、国民は不況に苦しんでいる。彼らの誇りを取り戻すために今こそ強いアメリカが必要だ。誰が軍事費を負担する。戦争経済で得をするのはお前らだけだ。資本主義を理解していないようだな。DMC も兵器産業も雇用を創出する。我々の勝利はアメリカのプレゼンスをよみがえらせる。そのために他国を土足で踏みにじるわけか。安心しろ、ジャック。これは対テロ戦争だ。民間人を殺す気はない。敵はテロリストと雇われたならず者だけだ。だがお前には死んでもらう。ここにいられては情報戦の邪魔だからな。賢いガキめ、俺が直接ぶちのめしてやる。何をする気だ。
行くぞ。武器も持たずに。俺のタックルはどうだ。あんた、ただの上院議員じゃ。そこらの政治方は鍛え方が違う。一緒にされちゃ困るな。俺がその気になれば大統領だってぶっ飛ばせる。上院議員をなめんじゃねえ。なるほどだ。あった。驚くのはこれからだ。